富士山最高本県が峰とドームが撤去された富士山速攻所退役施設後展示されている富士山レーダードーム富士山速攻所とはかつて気象庁東京管区気象台が富士山庁県が峰に設置していた気象干所のこと2004年に速攻所が閉鎖されて以降は富士山特別地域気象観測所となっており 自動気象観測装置による気象観測を行っている。日本最高峰の富士山で気象観測すれば高山気象観測や台風の予報、また富士山登山者の人命保護に役立つとしてかなり早い時期から富士山での気象観測所の計画は何度も行われた。1932年、外林山南東の東安河原に 公設の中央気象台臨時富士山速攻所が開設されて通年速攻が行われたが観測結果は超短パム戦記で気象庁に送られた。なお富士山の気象観測の支援拠点は初期の頃から御殿場に置かれていた。1941年には支援拠点として御殿場事務所が開設され、 富士山速攻所職員の通勤や物資搬送には主に御殿場口登山道が使われており御殿場口登山道沿いに速攻所職員の陶器の峠山に使われた鉄製の手すりや避難小屋が撤去されずに残っている。1936年、風の観測条件を考えて日本最高峰の県がみに富士山長期小観測所として移設。 これは当時世界最高所の常設気象観測所となった。高山気象観測を目的に気象観測を行った。これによって日本上空を流れる偏西風の謎の解明や高山気象における基礎的データが収集された。現在はモンスーン気候の長期的変動を捉えるために中国南部の山間地に自動気象観測点を国際協力で設置しているが、 これらの経験をもとにしたものである。伊勢湾台風による甚大な被害を受けて1964年、日本に接近する台風の観測を目的として、ドーム型レーダーが設置され、運用を開始した。このレーダーサイトは、日本では、富士山が標高が一番高く単独棒であったため、レーダーの視野を最大にすることが可能であることから、設置されたものである。 半径 700km と広範囲の積乱雲を捉えることができるため、台風観測に威力を発揮し、現在の台風予報の基礎的データ及び予報精度の向上に寄与した。また、富士山町のシンボルとして登山者にも親しまれた。気象衛星の発達や、長野レーダー、静岡レーダーの設置などにより、富士山でのレーダー観測は必要性を失ったため、 1999年にレーダー観測が廃止された。さらに観測装置が発達したことにより、現地での人手による観測の必要性は失われ、2004年に自動観測装置が設置され無人施設となり、気象観測を継続して行っている。ただし、それまで行われていた風光、風速の観測については、 観測装置のメンテナンスが困難なため廃止され、NHK ラジオ第2放送の気象通報で放送されていた、富士山頂の風向、風速は放送されなくなった。廃止された気象レーダードームは、山梨県富士吉田市と静岡県御殿場市との、誘致合戦の結果、いち早く名乗りを上げた富士吉田市の富士山、レーダードーム館に展示されることとなった。速攻所の施設自体は、 研究者の組織である富士山高所科学研究会が中心となって設立した NPO 法人富士山速攻所を活用する会が夏季期,期間に借用し2007年から様々な研究活動を行っている年間予算は約4000万円で電源や施設の補修費は会の負担観測対象は大気中の二酸化炭素濃度 中国などからも、偏西風に乗って飛来する、水銀等の大気汚染物質、東京電力福島第一、原子力発電所事故により飛散した、放射性物質と幅広い。雷の発生や落雷を間近で観測できる利点も、あるほか、高所医学の研究、大気中の水蒸気から飲用水を作る技術の、実験などにも使われている。 1936年から無人化まで職員がカンテラに出資を綴っていた。厳しい環境下での建設作業や観測、太平洋戦争中の米軍機による都市部への空襲、速攻所への機銃奏者、大日本帝国陸軍による高地炊飯実験、イノシシの出現、英国海外航空機、空中分解事故目撃団など貴重な記録が含まれる。 1985年には抜粋がカンテラ日記富士山速攻書の50年として出版されている。無人化に伴い東京管区気象台に一貫され、2012年には44冊の存在が確認されていた。同期象台は2018年3月の毎日新聞による情報公開請求に対して不存在、職員が指摘に記したもので、 公文書には当たらず、保管義務はないと回答した。同年8月には、行政文書には該当しないため、2017年11月以降に、文書整理の一環として廃棄したことを明らかにした。富士山の八合目以上は、静岡県と山梨県の県境境境界未定地域となっているが、気象庁は、速攻所所在地を、 静岡県富士宮市富士山県が峰としていた。また、富士山特別地域気象観測所の所在地についても、気象庁は富士宮市富士山町としている。富士山速攻所の特別地域気象観測所への移行について東京管区気象台。 https://www.jma-net.go.jp スラッ、ok、シュ東京スラッシュサブインデックス広報、ほど28606速補助 PDF ハット富士山速攻所対応10年大気科学者ら結集通年観測で成果産経新聞長官 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ170319スラッシュ prm1703190020-n1.html ここウ富士山絶好の観測地 NPO 速攻所活用10年朝日新聞勇刊 17. h t t p w w w a s a h i c o m スラッシュアーティクルズスラッシュフォトスラッシュ AS20170831002517 HTML 富士山町日誌どこへ、速攻所の68年台風や戦争も記す、気象台、指摘で、保管義務ない毎日新聞長官2018年3月25日、富士山速攻所、日誌を、 廃棄68年間綴った貴重な40冊、毎日新聞地上気象観測地点一覧。ありがとうございます。